長の森です。当院は未来を担う子どもたちの健康をサポートすることをコンセプトに、お口の健康を入り口として心と体の健やかな成長をサポートしていきたいと考えています。虫歯、歯並び、姿勢などそのすべてを形作る日々の生活習慣を早い段階で見つめ直し、正しい方向に導くことで子どもたちの健康を支えていきたいと考えています。口がポカンと開いていたり、口で息をしていたり、食べたり飲んだりする時の飲み込みがうまくできていない子がとても多くなってきています。この状態が続いてしまうと歯並びに影響が出てしまいます。小学生のお子様に向けて歯並びが悪くなる原因にアプローチした矯正治療を行っています。原因にアプローチした矯正治療を行うために、筋機能矯正装置を使用し、口の周りの筋肉を良くするためのトレーニングを行います。筋機能矯正装置の正しいはめ方を指導したり、正しい鼻呼吸や舌の正しい位置を目指して歯や顎の周りの筋肉の状態を整えたり、飲み込み方のトレーニングを行ったり、お子さん一人一人に合わせた内容で指導をしています。広いスペースを利用して全身を動かしたり、楽しみながら取り組める工夫をしています。歯や顎の周りの筋肉や姿勢は顎の成長や歯並びに影響を与えると言われています。少しでも早く歯並びが悪くなる原因にアプローチするため、矯正治療前にも様々な取り組みをしています。音楽をかけて踊ったり、リズムに合わせて体を動かしながら楽しく遊びます。運動の様子を見ながら体の動きのチェックも行います。小さい頃から通うことで歯科医にも慣れることができます。親御さんに歯の知識や口呼吸のデメリット、臭癖、指しゃぶり、爪かみなどについてお話をしています。歯並びに影響を与えると言われている口の周りの筋肉の状態を良くするための健康知識を楽しく学ぶ体験教室です。低年齢のお子さんとその保護者の方を対象に、保育士による虫歯予防や歯並びに関する知識、生活習慣、呼吸、睡眠など、食べ方や飲み方で気をつけるべきポイントなども実際お使いの職具を使いながら、テーマ別に実践を交えてお伝えしています。七色スクールはお子様のみで参加し、お子様自身がお口の健康を通して健康な体を作るために学ぶ場です。虫歯についてのお話など自分で学んで積極的にセルフケアに取り組んでもらえるよう、楽しく分かりやすい歯のお勉強をお伝えしています。また工作したり、口周りの筋肉のトレーニングを行ったりしています。病気になってから通うのではなく、病気にならないために歯医者さんに通ってほしいと思っております。お口の健康を保つために、ぜひ楽しく通ってください。